リカルド・アントニオ・ラ・ボルペ・クアルチョーには、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはゴールキーパー。アルゼンチンでは CA ・バンフィエルドと c a ン・ロレンソであるマグロに在籍。1979年に、メキシコに渡り、アトランテ FC と CF をアステペックでプレーした。1975年に、 アルゼンチン代表デビューし、1978FIFA、ワールドカップには控えキーパーとして出場した。メキシコでの経歴1983年、選手時代のフルス・ワステペックで、指導者の道を歩み始め、プエブライフ C、アトランテ、FC、ィ c C d グアダラハラ、ケレタロ FC、クラブアメリカ、CF アトラス、デポルティーボトルーカ FC、CF モンテレーで再配を振るった。 攻撃サッカーと若手の育成で名声を得たが、成績はクラブによって様々だった。アトランテを率いた1992から93シーズンにはプリメーラディビションで優勝し、トルーカを率いた2002年にも優勝した。メキシコ代表2002年にはメキシコ代表監督に就任。2003年のコンカカーフゴールドカップではブラジル代表を破り、2004年のコパアメリカでは アルゼンチン代表から歴史的な勝利を挙げたが、準々決勝で、ブラジルに敗れた。2005年のコンカカーフゴールドカップでも、準々決勝で敗れたが、同年の FIFA フフコンフェデレーションズカップでは、結果的に優勝するブラジルを、グループリーグで敗るなど、ベスト4となった。2006FIFA フフワールドカップ、北、中米カリブ海予選では、難なく本大会出場を決めた。 これらの好成績の結果、ラボルペ政権下のメキシコ代表は、FIFA ランキングで最高4位を記録している。2004年には、U-23 メキシコ代表を率いて、アテネオ,オリンピックに出場したが、グループリーグ敗退に終わった。2006年の FIFA ワールドカップ本大会では、グループリーグで、イランに勝利し、アンゴラと引き分け、ポルトガルに敗れた。 メキシコ代表は4大会連続で決勝トーナメント進出を果たしたが決勝トーナメント1回戦ではアルゼンチン代表に延長の末に敗れた。アルゼンチン戦は勝利が目前の状況からマキシロドリゲスに得点を許して逆転されメキシコ代表監督としての最後の試合となった。チームのプレイぶりについては最終的な評価を下さずメキシコのメディアに批判された。 ボカジュニアーズとベレスメキシコ代表監督を退任した後、2006年7月24日に公式にボカジュニアーズとの交渉を開始した。8月22日に監督就任で合意に至り、9月15日、アルゼンチン代表監督に就任するアルフィをシ入れ、監督の公認としてボカジュニアーズ監督に就任した。10月8日のスーペルクラシコでは、 CA リーベルプレートに1から3で敗れるなど、浮き沈みの激しいスタートだった。10月12日、コパスダメリカーナのナショナルモンテビデオ戦に PK 戦の末に敗れ、大会からの敗退が決定した。アペルトゥーラ2006では3週続けて優勝のチャンスを逃し、同価地点のエステュアンテスデラプラタと優勝プレイオフを争ったが、1から2で敗れて2位に終わった。 敗れたら、辞任すると宣言しており、エストゥディアンテス戦後に監督を辞任した。2007年後半には、CA、ベレス・サルスフィールド監督に就任したが、ベレスでの指揮は長く続かなかった。ボカジュニアーズ戦や、リーベルプレート戦では傷を残す敗れ方をし、アペルトゥーラ2007は10位に終わったため、ベレス監督を辞任した。再びメキシコへ2008年には再び、 メキシコに渡り、イサーク・ミスライ監督の後任として、CF ・モンテレーの監督に就任。クラウスウラ2008の序盤戦は、浮き沈みが激しく、五節にようやく初勝利を挙げたが、モンテレーはそのシーズンを8位で終えて、リギージャに進出。16得点を挙げたウンベルト・スアソが、得点王に輝いたが、リギージャでは準々決勝で、サントスラグナに2試合合計3の3で敗れた。 それまでの2シーズンは、リギージャにも出場できず、直前のアペルトゥーラ2007に至っては最下位で、レギュラーシーズンを終えていたことから、モンテレのファンはチームを蘇らせたとして、ラボルペを高く評価した。アペルトゥーラ2008ではかなり良いスタートを切ったが、終盤戦に向かうにつれて失速して、順位表の下部に沈み、リギージャ出場権を逃した。クラブは契約延長オファーを出さず、 ラボルペは、モンテレー監督を退任した。アトラス2009年1月28日には再び、アトラス監督に就任したが、クラウスーラ2009とアペルトゥーラ2009では、満足いく成績を上げられず、11月18日、成績不振によりアトラス監督を辞任した。後任には、カルラスイスチア監督が就任した。コスタリカ代表2010年9月9日、 ロナルド・ゴンサーレス監督の公認として、2014年7月までの契約でコスタリカ代表監督に就任した。2011年のコンカカーフゴールドカップとコパアメリカでは低調な成績に終わり、2011年8月12日に退任した。クラブアメリカ2016年9月、イグナシオ・アンブリスに代わって、クラブアメリカの指揮官に復帰した。 2016アペルトゥーラとクラウスーラではリーグ5位で終えたが続く2017クラウスーラではリーグ9位に止まり決勝プレーオフ進出を逃すと5月8日に辞任を発表したラボルペがメキシコサッカー界に大きな影響を与えたことは明白でありアトラス、トルーカ、アトランテのファンはラボルペに大きな愛情を抱いている攻撃的な戦術その修悪な態度は ラボルピスモと呼ばれ、彼のサッカー哲学を受け継いだ監督らは、ラボルピスタスと呼ばれる。2006FIFA ワールドカップグループリーグのイラン戦では、ベンチでタバコを吸っていたが、監督などのスタッフが試合中にタバコを吸うことは許されておらず、国際サッカー連盟から公式に警告を受けた。ラボルペは、FIFA の幹部に電話で、タバコをやめるくらいなら、サッカーをやめると応じたが、後に、 しぶしぶ警告に同意した。ラボルペの退任を何度も要求していたメキシコのメディアとは頻繁に衝突しており、ジャーナリストに俺の前から消えうせろ。お前は何も知らない。俺の邪魔をするな、このクソったれと罵ったこともあった。ガーディアン氏はラボルペの攻撃的な態度を皮肉り、大会の最優秀監督に選出した。選手と口論になることも多かったが、 良好な関係を築いた選手の多くは、ラボルペを偉大な監督と認めている。ありがとうございます。